エリック・シーガルはアメリカ合衆国ニューヨークブルックリン生まれの作家、脚本家、教育者、ラビの息子として生まれる。ブルックリンのミッドウッドハイスクールに学び、スイスで夏季講習を受講。ハーバード大学に進学、1958年の卒業式に際し、通常は全学主席卒業生に任される、死の朗読とラテン語で当時を述べる大役に選ばれた。 比較文学で1959年に修士号、1965年に博士号を取得。ハーバード大学、イエール大学、プリンストン大学でラテン文学、ギリシア文学の教授を務める。1967年にはリーマイの風による原作からイエローサブマリンの脚本を執筆。これは1968年にビートルズの音楽、出演で映画化された。 1960年代後半、シーガルは別の脚本を共同執筆したほか、個人でもハーバード大学の男子学生とラドクリフ大学の女子学生を主人公としたロマンチックな脚本を執筆した。これは売り込みに失敗したものの、ウィリアム・モリス・エージェンシーの出版エージェントだったルイス・ウォーレスが、この脚本を小説に手直しするように勧め、これが功を奏して、 ラブストーリーの名で大成功を収める。ニューヨークタイムズが選ぶベストセラー第1位、さらにアメリカにおける1970年の年間小説売り上げ第1位となり、33過酷語に翻訳された。映画は1971年の興行成績第1位となった。シーガルは小説や脚本を書き続け、1977年にはラブストーリーの続編。 オリバー・ストーリーも書いている。このほか1954年入学のハーバード大学同期生を描いた小説クラスがベストセラーになりフランスとイタリアで文学賞を受賞。小説ドクターズがニューヨーク・タイムズが選ぶベストセラーとなった。また大学で教える傍ら学術書も出している。ミュンヘン大学、プリンストン大学、ダートマス大学、ロンドン大学などでも 客員教授として教壇に立った。ギリシア語やラテン語の文献についても幅広く執筆している。1975年、カレン・マリアン・ジェームズと結婚し、二人の娘を設ける。25年間パーキンソン病を患っていた。2010年1月17日、ロンドンの自宅で心臓発作のため死去。72歳。ありがとうございます。